はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ローソンでお得ルーティーン、ポイント集めを楽しむ方法ということで、今回は以前にも少し動画でもお伝えしたことがあるんですけども、ローソンのお得ルーティーンということですね。まあ、コンビニの中でも、ローソンが一番ポイントを集めるのが楽しいと言っても過言ではないと思うんですけども、まあ、そんなローソンで普段僕がやってるポイント集めをですね、解説しながらお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速ですね、ローソンルーティーン合計7つを紹介ということで、で、実際に僕がこの今出てるこの5つの商品ですね、まあこれらをどんな風にその購入をしたかというのをですね、まあそれも踏まえてお伝えをしようと思います。それではお得ルーティーン1つ目ですね、お試し機会券ということで、まあこれポイント集めというかどちらかというとポイント消化に近いですね。まあ結構このね、ほんとお試し機会券は結構楽しいイベントになってますよね、今では。で、このお試し機会券なんですけども、例えばその D ポイントであったりとかポンタポイント、これらを使ってお得に商品を購入できるものとなっております。 まあこれのちょっといいなと思うところは D ポイントあると思うんですけどもこの D ポイントの期間用途限定ですね期限が短い D ポイントを消費することができるのでまあこれは結構ですねお得なのかなと思います今から実際にですねローソンアプリを使って実際に僕がどんな風に取得をしているのかっていうところですね実際の映像を出したいと思いますので見ていただければと思いますそれではどうぞ ということで、ローソンアプリを使ってお試し機見券の取得方法についてでした。まあ今ですね、もうこの取得した後に、今出てるようなこちらの商品をですね、まあ実際に店舗に行って交換をしてきました。今ちょっと数値が出てるので小さくて申し訳ないんですけども、この3種類ですね。まあちょっとですね、映像に流れたものと交換した商品がちょっと違ってて申し訳ないんですが、実際にちょっと店舗に行ったら商品がなかったので、 唐揚げくんとかはちょっと違うものに置き換えまして、一応ですね、ベビースターと梅のり巻きとタケノコの里の抹茶味、この3種類ですね。で、今上の方を見ていただくと分かるように、ベビースターの場合は通常料金が238円なんですけども、これが70ポイントで交換できたりとか、あとタケノコの里の場合は216円で購入できるもの百100ポイントで交換できたりですとか、あと梅のり巻きの場合は通常料金139円なんですけど、40ポイント。まあ実質40円で購入できたということで、 まあかなりですね、これは本当に面白いイベントの一つとなっております。それでは次ですね、じゃんということで次は楽天チェックということで、この楽天チェックもね、なかなかちょっと面白いものとなってます。で、実際この楽天チェックなんですけども、このアプリを使って来店と同時にアプリを開くんですけども、そこでくじを引いたら楽天ポイントがもらえるというような サービスとなってます。で、実際にですね、ちょっと映像を撮ってきたんですけどかなりブレてたので、まあ、ちょっとスライドでお伝えしようと思うんですが、ローソンに来店した際に、楽天チェックのアプリを立ち上げます。で、ご覧のようにですね、4枚のうち1枚を選びます。まあ、これくじみたいなものなので、何でもいいです。どれか選んでいただいて、 そうすると、ご覧の通りですね、3ポイント獲得ということで、これで楽天ポイントがもらえます。なので、本当にね、まあ、来年と同時に立ち上げるだけなので、結構作業としたらめちゃくちゃ簡単ですね。ですけども、今回久しぶりにです。僕、基本1ポイントしか当たらないんですけどちょっと3ポイント当たってテンション上がりましたね。それでは次ですね。 じゃんということで、ローソンアプリスマホスタンプラリーということですね。まあ、これに関しては、楽天チェックとちょっと近いものとなっております。で、実際にこれがどんなものかっていうのを、まあ、アプリを通してそのままお伝えしたいと思います。実際にこう、ローソンのアプリを開いていただいたら、ここにですね、キャンペーンというところがあります。 そうすると、キャンペーンの画面に切り替わりまして、今ですと、ここですね、鬼滅の刃スマホスタンプラリーというのがあるので、これをタップします。そうすると、今の鬼滅の刃のキャンペーンが今出てきます。スタンプを獲得するというところをタップしてください。そしたらですね、店舗を検索していますということになるので、まあもちろんですね、これ楽天チェックと同様に、お店に来店しているときにこのアプリを立ち上げてください。 で、うまく検索ができましたら、まあ、上の部分ちょっと青で隠してるんですけども、マップと店舗情報が出てきます。で、そこで入店してスタンプを獲得するというところをタップしていただいたら、ご覧のようにですね、ここにスタンプが一つ溜まってるということになります。まあ、ご覧の通りですね、僕、あの、このスター、スマホスタンプラリーに関しては結構忘れることが多いので、ほとんど獲得できていません。まあ、今ですと、この鬼滅の刃のキャンペーンがですね、8月の31日まで開催中ですので、もしご興味ある方はですね、来店と同時にこのスマホスタンプラリー試してみてください。それでは次です。 じゃんということで、4番目はボーナスポイント商品購入ということですね。まあこれがですね、実際どんなものかというとですね、まあご覧のようにですね、ボーナスポイントということで、まあローソンで対象の商品を購入すると、通常のお買い上げポイントプラスボーナスポイントが貯まりますというものになっております。 ま、これがそのチラシの一部なんですけども、で、今回僕はこちらのローソンオリジナルのラーメンをですね、あの、20ポイントもらえるので、購入してみました。実際に店舗に行くと、こんな風なですね、タグが出ております。これよく見かけると思いますね。ポンタポイント、または D ポイント、で、ボナスポイントプラス20ポイントということですね。なので、このラーメンを購入したら、普通に購入した時の通常ポイントプラス、この20ポイントがもらえるということですね。で、実際に購入した商品が今左上に出てるラーメンとなっております。 それでは次ですね。ダンということで、会計時クーポン提示ということで、まあこれはですね、結構知ってる方も多いんじゃないかなと思います。でですね、クーポンに関しては結構いろんなものがあります。で、今回僕は試しにですね、LINE のアプリがあるので、LINE の中にクーポンがあったので、それをちょっと実際に使ってみました。 こちらのですね、20円引きの内カフェスイーツ各種ということで、まあ、とりあえずこれを使って、まあ、提示すればですね、ローソンで20円引きで内カフェスイーツが購入できるということになります。で、実際にここを開くとご覧のところが出てくるので、下のクーポンを使うっていうところをタップしたらもうクーポンが出てきます。で、購入した商品はこの右下に出てるような内カフェスイーツということですね。で、次6つ目、お会計はキャッシュレス決済ということで、もうこれはね、もう知ってる方も多いと思うので簡単にだけお伝えします。 例えば今ですと D 払いのキャンペーンの20%還元のキャンペーンがあったりとか、で、a u ペイもかなりお得なキャンペーンやってますので、実際にまあこういったお得なキャッシュレス決済を使えばですね、まあポイントも貯まります。で、流れとしたらこんな感じですね。まずはとりあえずポイントカードを提示すると、お会計前にですね、D ポイントカードを提示するか、もしくはポンタポイントカードを提示するか、それを提示した後にキャッシュレス決済を行うと。まあ先ほどお伝えした D 払いを行ったりですとか、あと a u ペイでも全然 OK です。 ま、いってシンプルですね、これに関しては。で、最後、7番目、自宅に戻ったらレシートアプリということでですね。ま、お会計までして、ま、お買い物してそれで終わりでも全然 OK なんですけども、ま、せっかくね、ポイント集めするのであれば、ここまで徹底した方が面白いんじゃないかなと僕は思っております。で、実際にこれ僕が行ってるものなんですけども、今出てる下の3つですね。1、楽天パシャ、コード。ま、これらま、動画でも何度か紹介したことがあるんですけども、これら今3つを使っております。 例えば、ワンの場合は、今回のレシート読み取ったらですね、2円分がもらえました。これ普段から1ポイントだったんです。あ、1円だったんですけども、なんと今回2円もらえました。これ嬉しいですよね。で、それに続いてですね、楽天パシャを使って楽天ポイント1ポイントをゲットしました。そして最後、コードですね。ま、このコードはなかなか面白いんですよね。ま、コインがもらえ、コインが10枚もらえて、そして18ポイント分もらえたということで、しかもこのコードに関しては、ある程度のそのポイントが貯まったらですね、ドコモの D ポイントにも変換することもできるので、ま、これはこれで結構 ポイント集め楽しいな、というふうに思っております。ということで、今回こちら、今最初にお伝えした商品ですね、5つ購入した分なんですけども、ご覧の方法で購入したということになっております。まあ、ベビースターに関してはお試し機会券、で、ラーメンに関してはボーナスポイント、で、お試し機会券のタケノコの砂糖、で、梅のり巻きはお試し機会券、で、右下の内カフス,スイーツに関しては割引分を使ったということですね。もちろんこのお会見の際にはキャッシュレス決済も使っているということになっております。最後、まとめですね、お試し機会券、楽天チェック、ローソンアプリスタンプ、 ボーナスポイント商品割引クーポン停止キャッシュレス決済レシートアプリということでまあ僕もですねこういった情報に関してはいろいろこう視聴者さんから教えていただいて実際にこうトライしてみたということにもなっているのでほんと僕自身もですねまだまだな感じなとこではあるんですけどももう癖づけるとこの一連の流れがですねまあ一つの作業感覚でまあ楽しみながらやってるっちゃやってるんですよねもちろんですね無理無理に全部やる必要はないんですけどもまあコツコツとした作業をポイント集めをしたいっていう方に関してはぜひですね 何かしら一つでもトライしていただければなと思っておりますで今回に関してはこの7つざっくりとしかお伝えしてないんですけどもこの部分ちょっと詳しくお伝えしてほしいなとい要望があればですねまた改めてそれに関してのちょっと動画も作ろうかなと思いますのでそれに関して思うことがあればコメント欄いただければと思いますまあそんなこんなで今回はローソンのお得ルーティーンについてお伝えをさせていただきましたいや本当にね、まあ、コンビニの中でもこのポイント集めに関してはやっぱりローソンがやることも多いのである意味一つの楽しみになってくるん じゃなないいかなと思います、まあ、もちろん人によっては他のコンビニの方が良かったりとか、まあ、住んでる地域とかにもよるので、まあ、一概に、まあ、絶対ローソンというわけにもいかないんですけどもぜひですねローソンを利用される方はですね何かしら今お伝えした7つの方法をですねどれか1つでもトライしていただければいいんじゃないかなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、ちょっとですね、ローソンに関連する情報なんですけども、今日ちょっとツイッターでもつぶやいたんですが、こちらご存知ですかねスマートコードということで、あの JCB カードの、あの JCB ですね、JCB の QR バーコード決済スキームということで、これがですね、ローソンにまた導入をされたということで、まあ、これが導入されたことによって何が起きたかというと、なんとですね、今下にも出てる決済方法がローソンでも使えるということになります。あとね、銀行ペイ、K プラス、プリン、みんな大好き、ユーチョペイで、ユーチョペイ、そしてユーチョペイがこれら がなんとローソンでも使えるようになるとということですね、いや本当に、ね、まぁ、あ、こういった取り組みに関しても、なんか最近ローソンってすごい力を入れてるなっていうイメージがあるので、まだまだね、今後のローソンも目が離せないなっていうふうに思っております。ということで、ありがとうございました。